はい、今回なんですけどね、どういう企画かというとですね、僕のね、夜ご飯ちょっとね、作っていこうと思います。あのね、メインチャンネルはね、あんまさ、夜ご飯映さないじゃん。うん、まあ朝映したり夜映さなくていいかなっていう自分の考えがあるわけまあ1日に2回出さなくてもいいよね。そうそうそう、だから今回はちょっとね、夜ご飯をね、皆さんに紹介しようと思います。まあちょっと食材から紹介しましょうか。はい、まあ、ミルク、生クリーム、きのこ、玉ねぎ、ブロッコリーですね。これゴミまあ料理っていうのはまあ手際ですから、どれだけ早いスピードで美味しいご飯を作れるか、はい、これだと思ってるんで、はい、パスタ茹でます。あ、そうそうそう、パスタ今日作るんで。なるほど、パスタ、何パスタかはお楽しみというか、まあ、お楽しみでね、もう半分ぐらい、半分ぐらいで、まあ、言っちゃうんだけどさ、クリーンパスタ、そうちゃんにね、初めて教わった料理だよね実際、そうじゃない。まあね。お、今から、ね、作っていきます。これね、沸騰させるのがちょっと時間かかるからね、この沸騰させる間に野菜とか切っていくっていうね、この手際の良さ、うん、なるほど。じゃあまず玉ねぎから。こっちの玉ねぎさ、そんな麺染みないんだけど、そうちゃん染みる？全然染みないでしょ。なんでだろうね、わかんない。なんか日本の玉ねぎはもう、うん、麺開けらんなくなるもんね。開けらんなくなるよね、うん、T シャツもしっかりスティーブンちゃんで。あ、そうそう、あ、触れてくれてありがとうございますちょっと自分で言うの恥ずかしかったちょっと待ってね、手際はよくねちょっとね、これナイフにも問題ある。これ多分ね、フルーツナイフなんだよね。これナイフじゃなくない？いや普通に切れるけどね。まあ、切れるけどさ、なんか切れ味悪い、めっちゃ。まあ、こういう感じで切っていきます。ザクザクと、うん、で、キノコですね、キノコ。このマッシュルーム美味しいよね。これめっちゃ美味しい。これ洗わなくていいんだっけ。うん、まあ、美味しさで言うと82点ぐらい言わしたね、今いやこれさ、マジでさ、そうちゃんがさ、この美味しさを教えてくれたと思ってるから、マジで。いや、本当にマッシュルームは美味しい。俺ね、こんな美味しい知らなかった、マジで。日本でマッシュルームってあんま食べないじゃん。食べない、マッシュルームないとダメだよね、このパスタは。欲しいよね、マッシュルーム。欲しくなる、マジで、うん、だってさ、ここはみ出るんだよね、いつも。ちょっと危ないよね、これマジでさ、見てる、これもう落ちそうだもん、ほら。で、ブロッコリーはこれ冷凍してあるんで、まあ、ぶっ込めばいけますね。はい、見ててくださいよ、僕の手際の良い。こういうのはね、捨てますから、すぐね、こういうゴミはね、すぐゴミ箱に捨てますから。あ、そう、モンテネグロと日本のさ、ゴミの違い、分別しないよね、こっち。モンテネグロ分別がないのよ。そう、思ったんだけどさ、結局なんかさ、環境に気を使ってる人と気を使ってない人がいるだけだと思って、うん、俺さ、めっちゃ気使ってるんだけど、ペットボトルはペットボトルでさ、まあ、やっぱ日本人なんか分別するじゃん、うん、もうこっち来たら全然みんなやんないじゃん。ないもんね、それが。だからなんか損、逆に損してるなみたいな。ゴミ捨て場にベビーカー置いてあったし。マジでそうちゃん、はい、全然沸騰しないじゃん。うん、だから暇だからちょっとさ、しゃべろうかなと思って、うん、何しゃべろうかなってちょっと考えたんだけどさ、なんか目標決めようと思って。お、調べるのが得意になりすぎて行動しなくなるのがちょっと怖いんですよ。うん、なるほど。だから例えば栄養について何がどんな栄養素あるとかさ、うん、と調べすぎてさ、実際行動できない自分もいるわけ、うん、正直ね。実際に食べてからそういう効果とかさ、ノートにメモった方が早いじゃん、うん、自分で実践した方が、うん、って考えた時にさ、調べる必要あんまないなと思って、うん、ちょっと1ヶ月間調べ物するのやめます。でも調べ物しないっていうのはね、やっぱね、人としてね、やっぱね、難しいですから、これ。まあ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 、そういう意見もありますよ、もちろん、はい。まあ、言葉とかそういうのは、まあ、別にそうちゃんに教わればいい話じゃん。はい。で、調べるものほんとないなと思って。お店の情報とかそれぐらいかな。まあお店もそんな別に行かないから、うん、1ヶ月間ちょっと、今日2月の8日か、3月の8日まで調べ物すんのやめます。で、プラスですね、あともうちょいでさ、メインチャンネル10万いきそうじゃん。はい。で、僕10万で泊まりたくないわけ、うん、だから夏までに15万いきます。7月までに15万で、サブチャンネルも2万、いや、1万5000、ちょっとハードル下げたね。1万5000で、インスタ1万5000に、ちょっとこれ目指します。結構目標達成しちゃって、インスタも1万いったし、メインチャンネルももうすぐ10万いくじゃん、うん、だからちょっともう一回目標を作って、ちょっと目標に向かっていこうかなと思って。お、まあ、そうちゃん、僕一人でやるのもさ、ちょっとあれだからさ、そうちゃんもなんか作って、なんか笑ってるけどなんかないやん。まあ、俺は SNS 通して、うん、まあ、モンテネグロのことだったりとか。いやいや、違う、1ヶ月に何々しませんとか。ああ、なるほどね、うん、なんかやめよ、なんか禁止。俺もだから調べ物禁止するじゃん、そうちゃんもなんか禁止しよう。俺禁止するようなことしてないし。俺決めていいですか、じゃあ。あ、いいよ。1ヶ月間チョコ禁止。あのね、君すごいチョコ食べる。1回さ、離れてみない、チョコから。
はい。まあでも俺チョコぐらいだったら大丈夫よ。ほんと？うん。1ヶ月だよ。余裕。まあ、余裕か。ちょっと待って。フライパンがおかしくなった。これやばくない？おはくっさ。焦げ臭。もう炒め物開始しないとね。何だっけ？目標。目標？うん。1ヶ月間甘い食べ物禁止。それでいこう。はい。甘い食べ物禁止だよ。はい。ちょっとさ、臭くない？ちょっと開けるわ。窓開けてもらって。窓開けて。玉ねぎ入れます。はい。炒め物は僕ね、毎日やってるんだ、ほぼ。まあ確かに。玉ねぎはちょっと色がオレンジっぽくなったらこういい感じなんですよ。まあ半透明になるぐらいでマッシュルーム入れていいかな。あ、うるさいうるさい。あ？あれじゃあちょっと玉ねぎいい感じになってきたんでキノコ入れます。こちらのキノコ。マリオに出てくるキノコのやつなんだっけ？クリボー。そうクリボー。懐かしいなマリオ。でブロッコリーも入れちゃいましたね。もうこのブロッコリーは洗わなくていいですか？そう。楽。ちょっとさ沸騰しなくね？お湯多いかな。お湯多い。まあでも量が多いから、ね、まあ父ちゃんってさタイどんぐらいいたの？まあ1年弱かな。1年弱。選手とサポーターの距離感ちょっと近くない？近い。海外の方がやっぱ近いね。日本ってこうなんかちょっとさ選手サポーターみたいなちょっと区切りあるじゃん。うん。ここなんかさもうサポーターがもう選手になんかさ試合中言ったりするじゃん。いや、そうだね。ちょっと沸騰してきたんでパスタ入れます。コツなんだけどこうやってねじるんですよ。ねじってねじって離すと。おっちょっとね、これね、入れてすぐはね、下にこびりついたりするんで、こうやってちょっと混ぜるのもいいですよ。で、そうちゃんの塩でしょ。塩ね。あ、塩ね。これうまいよね、この塩。おいしいおいしい。概要欄貼っとくんで、ぜひ買ってみてください。売ってないわ、そんな。まあ、なんだかんだ多めでもね、食べれるもんね。そう。パスタ食えるもんね。うん。結局。あれ？待って！これそうちゃんのじゃね？え？この細麺？俺はだって引き出し入ってるもん。待って、え、これでもめっちゃこぼれた。え、じゃあこれ普通にスティーブンの。あ、マジで。うん。うわ、なんかミスったの。めっちゃこぼれた。え、違う種類の入れたの？あ、入れちゃった。それはやばい。まあやばくないよね。のちょっと太麺と細麺が融合するんですよ。そうちゃんわかる？多分ね、あなたにはねちょっとわからないと思う。このね、美味しさは。だって茹で時間変わるやん、かなり。細い方がだって早く茹でる。まあね、茹で上がるし。まあだから後に入れたっていう。そう、やっぱね、パスタも大事ですけど、これも大事じゃん。これも野菜だし、これがいかにね、どういう味を出してくれるかがマジで大事だから。ここにクリームを入れて味が染み込むと美味しいと。クリームいつだって言うの？もう入れていいよ。これ僕ね、これ3回目ぐらいなんですよ、これ作るの。3回目でちょっと思ったことあるんですけど、塩コショウをここに入れるのが一番いい。このタイミングで感じた。うん、ぐらい。そしたらマジでうまくなる。タミーゴ、タミーゴ入れます。このタイミングで。前やばかったよね。え、前やばかった本当に。双子の卵出てきたからね、そうちゃん。しかも10分の8。うん、10分の8 超お得じゃない。 10個入りの卵8個双子だった。やばいよね。スティーブン、はい、これ何これ、これ。ああ、じゃがいもがどうしたの？いや、もうさ、これさ何日置きっぱなし。ちょ、これ取って。ちょちょ、これ育ててる。冷蔵庫でさ、じゃがいも育てる人初めて見たわ。なんか若干卵がちょっと入った。割れたね。そう、ラーメン屋とかやってみたいな。こうやってやるんでしょ、だって。やるやる、やってみたいな。一緒のやつ使えばいいじゃん。うん、使おうとしてるんだけど。味が薄く感じる今。はい、できま、はい、よいと。できましたか？完成です。サムネ撮る。まあこれを見てね、みんなも作ってみてもらえれば。そういうことよ。うん、体にいいし。そうだよ。注目、これ大事だよね。見て、温泉卵になっているかね。ちょっとこうへこますんですよ、牛丼みたく。うん、で、はい、うまっ。
はい、勝ちました。はい、優勝です。じゃあ食べますか。それ持って俺いいかも。あ、こうだね。もうちょいで、もうちょい、うん、じゃあ座って。じゃあ僕が作ったね、めちゃめちゃ美味しいパスタいただきたいところなんですけど、このパスタそうちゃん食べましょう。どういうこと？今回の動画ですね、ルームメイトに夜ご飯作ってみた大成功ということでね、これね全部あなたのためなんですよ。じゃあこの動画嘘でしょ。本当全部そうちゃんのため。まだご飯食べてませんからね。そうでしょ。いや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 、食べてくださいよ。持つか、これいい感じで。ちょっとじゃあこちらのスティーブンが作ってくれた、はい、あのパスタをね、はい、もうちょっとマッシュルームとかいろいろ混ぜながら。ガチでうまいからな。ちょっといただきたいと思います、はい、いただきます。はいはい、どうですか。うん、どう、優勝。優勝でしょ。勝ってるよ。勝ってる、うん、え、もう塩コショウとかも味どう。完璧完璧っしょ、うん、いやこれガチでうまいよ俺作んの。じゃあブロッコリーですよ。ブロッコリー、はい、どう、優勝、はい、優勝いや今回の動画ですね、そうちゃんにパスタをね作ってあげたっていう動画でした。いや気づかなかったでしょ、さすがに。ただ単に一人で大食いするのかなと。でしょ、ちょっと多いなと思ってたでしょ。うん、もう日頃の感謝を込めてね、ちょっと今日は夜ご飯作ってあげようかなと思って。大成功でしょ、全然気づかなかったでしょ。気づくわけないよねで味どうだった。もうねめちゃくちゃ美味しい。うまいっしょ、うん、じゃあ皆さんもぜひ作ってみてください。はい、バイ。